今演奏しましたのはペゾルト PA802J という楽器です。こちらの楽器は少し黄色みがかっていてしっかりした音がします。そしてちょっと気品があるというか、少し古い感じの音もしつつ、でもすごく弾きやすい楽器です。そうですね、E 線は E 線らしい音、G 線は G 線らしい音がする、幅を楽しめる楽器だなと思いました。でもしっかり発音もしてくれるのでとても弾きやすい楽器だなと思います。このニスがすごくたくさん塗られてない感じもすごくアンティークの感じが出ていて素敵な楽器だなと思いました。